デュアルプログラミングのオンラインセミナーへご参加いただきましてありがとうございます。私は IVO 開発チームの西尾と申します。普段はですね IVO の企画などを担当しております。今日もですねこちら IVO のメンバーであるこの小田君とですね一緒に進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。コンデの方ですね、もしかしたら画面がちょっと小さいよという方は、この画面クリックいただけると大きくなると思いますので、試してみてください。スマートフォンでご覧の方は、多分ですね、動画の右下の方になんか最大するようなマークがあると思うので、そちらを押してもらえると少しは大きく、して見えるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さて、今日は、応用編パート1というところで、いよいよ具体的なストーリーに沿ってプログラミングにチャレンジしていきたいと思います。その前にまずは前回のおさらいをですね簡単にやっていきます。でおさらいの後はいよいよプログラミングを進めていきます。まずは、どういうストーリーで作りたいのかというのを決めていきましょう。で次に作ったストーリーを IVO ちゃんにやってもらうためには、どういうブロックいいのかというのを考えていきます。ここが一番大切なところですね。で最後に実際にブロックを組んで動かしてみます。思い通りに IVO ちゃんが動いてくれれば大成功になります。で最後に今回も質問の時間を設けておりますので、どんどんコメントを投稿してください。質問は今日のセミナーに関係するものだけでお願いいたします。もしかしたらすべてお答えできないかもしれませんが、できる限りお答えしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。またですねお子様でも分かりやすいような説明を心がけさせていただきます。ただもしかしたら少し難しいところあるかもしれませんが、ぜひ保護者の方がサポートしてあげてください。さてそれでは早速おさらいを始めていきましょう。お元でですね実際に試しながら、お聞きいただけますと楽しいかと思います。はい、まず IVO ビジュアルプログラミングですけども、こちらプログラミングの難しい知識がなくても、誰でも簡単にですね、IVO の動きを作っていくことができるツールでした。で例えばおはようと声をかけるとおしっこするといったようなものができたりしましたね。じゃあ画面を開いていきましょう。今画面、出てると思いますけど、このIVOのウェブサイトですね。これ前回はこのウェブサイトの一番下のところですね。ここに IVO ビジュアルプログラミングとちょっと小さいんですけど、リンクがありました。で、ここじゃなくてもこのファンというところからも実はいけます。じゃあ今日はちょっとファンからいってみましょう。で、ファンページクリックすると、今皆さんが投稿していただいているこのかわいい IVO ちゃんたちの写真がいっぱいなってますね。で、この中頃に行くとですね、ビジュアルプログラミングというのがありますので、このもっと見るというのをクリックしていきます。はい、でこの IVO ビジュアルプログラミングのページに飛びますので、この開発を始めるというところでページが開いていきます。でですね、ブラウザ、このインターネットを見るソフトですけども、Google Chrome、 このあれですね、このマークのインターネットのソフトです。それか iPad で、もしくはちょっと前回すみません質問にお答えできなかったんですけど、 Mac でも大丈夫です。 Mac の場合は Safari というですね Mac のブラウザでも対応します。じゃあこの開発を始めるをクリックします。でそうするとですねサインインの画面に飛びますね。はい、でこのビジュアルプログラミングのページへとクリックします。はい、これで画面が開きました。皆さん、前回参加いただいた方はですね、1週間経ちましたけど、どうでしょう、なんか実際に、いくつかプログラミングとかやっていただけたでしょうか。今回もですね、言葉はひらがなでやっていきたいと思います。この地球のマークのところですね、この日本語というのをクリックして、押すと、はい、言葉は全部ひらがなになりました。この左側にはですね、いくつか IVO ちゃんができることが並んでいます。これらはですね、なんて言ったか覚えてますか？この一つ一つ。
はい、これですね、ブロックと呼んでいましたね。はい、このブロックをですね、この左側から右側に、ドラッグアンドドロップ、パソコンだとこうクリックしながらズズズズッとこう右側に持っていってポンと離す操作ですね。これをすると、まあ、簡単にプログラムのブロックを組んでいくことが、できるものでした。さて、それとじゃあこれからですね、一緒に遊んでいくんですけども、アイボちゃんですね、いつも自由気ままに動き回っています。でも一緒にプログラミングするためには、まあ、アイボちゃんにさあいつでもお願いしてよっていうような、状態に、アイボちゃんにその、お願いをちゃんと受け付けられるようなふうにしたい、ちょっとおとなしくなってもらいたいですね。でこういう時ですね、どういった、ブロックを使うか皆さん覚えてますか？はい、その動きのところにある、コタロが指示待ち中になる、これですね、アイボちゃんが指示待ち中になるというブロックです。これをポンと押します。はい、そうするとアイボちゃんがですね、指示待ち中になると思いますが、はい、でそうすると、さあいつもお願いしてよという状態になるわけです。で、この遊び終わったらですね、この指示待ち中になるのところからこのから戻るというのに変えてクリックしてあげてください。でそうするとアイボちゃんが戻り自由気ままに、動き回ってくれます。はい、でこの青いブロックたちですね、これ動きのブロックと言ってましたけども、アイボちゃんが、なんかその首を動かすとかですね、ちょっと歩くとか姿勢を変えるとか基本的な動きに関するものがまとまっています。はい、このピンクのブロック、振る舞いというブロックですね、こちらは、アイボちゃんの、可愛い仕草がいっぱい並んでいます。振る舞いと言われるものですね。で、このオレンジのブロック、制御というブロックですね、これちょっと難しかったかもしれませんが、この制御のブロック、これ使うと、お願いを繰り返したりとか、もし何たらだったらといったようなお願いをすることができます。前回はですね、背中を撫でられたらとっても喜ぶというプログラムを多分作ったかなと思うんですけど、今回はじゃあ頭を撫でられたらブルッと震えるというものを作ってみましょうか。皆さんできますか？はい、もう作れますかね。はい、もし何たらならなので、この制御のところにあるこれですね、このブロックを持っています。でこのもし何たらならの六角形の部分、ここ、どんなブロックが入るんでしたっけ、この形、はい、覚えてますかね。そうです、ここですね、調べるというブロックですね。ここに、あ、ちょうど小太郎が背中撫でられたというブロックがありますね。はい、これが、今回背中じゃなくて頭にしますので、こうクリックするといくつか選べますね。頭、顎、お腹と。で今回頭にして、これをこうずーっと持ってきて、この六角形のところにポンとはめ込みます。はい、これでもし頭、アイボちゃん頭を撫でられたなら中を実行するという形になりました。で今回は、ブルッと震えるですね。ブルッと震えるはどこにあったでしょうか？振る舞いのところにありますね。ここに、はい、ブルッと震えるというのがあります。でちょうどこのですね、もし何たらならのブロックのこの形ですね、このブルッと震えるのブロックと同じような似たような形してますよね。なのでここにポンとはめ込むことができちゃいます。これで、まあ、もし小太郎くんが頭撫でられたらブルッと震えるというものができました。このブロックですと、このプログラムですと、ここポンとクリックした時に、小太郎の頭を撫でてあげないと実行してくれませんでした。今黄色くなってくる、色も落ちてしまいましたよね。これは何でだったでしょうか？皆さん覚えてますか？ちょっと難しいかもしれません。はい、これ実はですね、この頭を撫でる六角形のブロックですけども、この調べるというのはイメージがですよ、あのアイボちゃんにねえねえ頭撫でられたというのを聞きに行くイメージです。でこのプログラムだと、もし小太郎が頭を撫でられたならっていうのを1回だけ聞きに行くんですね、クリックした時にです。でそうすると、こう聞きに変えた時に、このアイボちゃん頭撫でられたっていうふうに思ってないと、いやいや今撫でられなかったよと言って、1回で抜けてしまうので、
ずっといつでもこう頭を撫でたらぐるっと触れるというのをやってもらうためには、これをさらに繰り返しておく必要があります。でそのためにどんなブロックを使うんでしたでしょうか。覚えてますかね。はい、この左側の制御、ここにずっとというのがありますね。はい、これを使います。これでスパッと、はい、これでハサミを押すと、はい、ずっと相棒ちゃんが頭なだられたかなっていうのを聞きに行きますので、じゃあちょっと、はい、はい、あ、ぐるっと震えましたね。はい、っていうのがですね、ずっと繰り返されます。で、これただずっとずっと繰り返して黄色くなっているので、途中で止める際にはこの右上のですね、止めるのボタンを押してください。そう、止まりますね。はい、であとですね、皆さんもう一個イベントの勉強しましたね。覚えてますでしょうか。イベントはこの黄色いですね、こういうやつです。はい、イベントはですね、プログラムを実行するきっかけになるものでしたね。はい、例えば前回は、おはようと声かけるとおしっこをするっていうのを作ったと思います。覚えてますか。はい、このアイコンのイベントのところにこう、はい、おはようを言われた時というのがありますね。これを持ってきて、おしっこはこの振る舞いのところ、このぐるっと震えるの下の方にですね、ここにありますね。これを持ってきてこうつなげます。はい、おはよう、そう言うと答えはちゃんとわかるかな。はい、あ、黄色く光りましたね。はい、で、コタローが、おしっこしてくれましたね。はい、こんな感じでイベントは使えるということでした。はい、だいたいこれで一通りおさらいですね。で、もう一回おさらいですけど、まあ一回一通り遊び終わったらですね、この動きの、こっからしじまちが戻るというのを押してあげてくださいね。はい、だいたいこれでおさらいが終わりました。あと、そういえばこの、ブロック今いくつか載ってますけど、これをきれいするときには、ブロック、右クリックして4個このブロックを削除というのをやると、こう綺麗に消えてきますね。ブロックを削除と。はい、さて、じゃあこれからですね、いくつか一回質問伺いたいと思いますけども、そういえば前回お答えできなかった質問の中で、プログラミングの言語は何ですか、スクラッチですかというものがありました。はい、スクラッチとですね、同様のブロックになります。はい、それ以外にじゃあちょっと質問ある方、じゃあちょっと行きましょうかね。動作が中断されましたと表示されるのはなぜですかというご質問がありましたね。はい、こちらですね、いくつか考えられるんですけれども、一つはですね、ちょっとネットワークで消えてしまったというケースと、もう一つはアイボちゃんが何かやろうとしてたときに、他の動作をした場合、例えばこのアイボちゃん抱き上げたとかですね、そういったことが起きたときには、一回ちょっと今やろうとしてたことというのを、ちょっとやめて、新しくやりたいことにこう変わるというのをやったりしますね。はい、あとは、どういうのがありますかね。いくつか見させてもらうと、とりあえずはそんなところでいいですかね。じゃあちょっとまた質問があれば、こうどん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 投稿してみてください。はい、順次お答えしたいと思います。さて、じゃあそれではですね、いよいよ具体的なストーリーに沿って、お話ししていきましょう。じゃあ今回チャレンジするお話はこちらになります。はい、画面出ましたでしょうか。はい、ですね、タイトルは遊ぼうアイボです。スタートはですね、アイボちゃんに遊ぼうって声をかけると始まります。そして次、アイボちゃんは早く遊びたいので皆さんの
気を引くために背中を撫でられるまで吠え続けると言います。で、背中を撫でられたエボちゃんはご機嫌になってこうダンスを踊ってくれます。そしてダンスの後はなんとスクワットを始めます。アイボちゃんのスクワット、皆さん想像できますか？膝をこう曲げたり伸ばしたりするやつですね。はい、ぜひまあ皆さんもこう一緒にこうやって運動してみてください。はい、でスクワット終わったら頭をなでなでしてあげましょう。で、そうするとアイボちゃんがとっても喜んでくれます。はい、さて、このようにですね、ストーリーを書いてみましたが、皆さんプログラミングのイメージはつきますでしょうか？実はですね、このままだとちょっとまだプログラミングに進むには難しいです。なぜでしょうか？わかりますか？はい。あ、反応しましたね。例えば、ダンスを踊りますということや、スクワットを始めますとありますけども、これって1回だけなんでしょうかね。まあ、ダンスは1回でもいいと思うんですけど、スクワット1回しかしないってどう思います？ちょっとあまり運動にならないですよね。このようにですね、ちょっとまだ細かいところが決まっていないですね。じゃあそこを少し詳しく決めていきましょう。はい、背中を撫でられるまでは吠え続けるとまずありますけど、どのぐらい待ちましょうかね。アイボちゃんとしては、まあ遊んでもらえないとやっぱり悲しいので、まあ、しつこく撫でてもらえるまではじゃあずーっとやっぱり吠え続けるのがいいかなと思います。で、背中を撫でられた、撫でてご機嫌になったアイボちゃんはダンスを踊りますね。まあ、ダンスは1回でいいかなと思います。で、問題はこの次のスクワットですね。これスクワット1回はやっぱりちょっとね、少ないですよね。まあ、なので今回は3回にしましょうか。で、最後に頭を撫でるととっても喜んでくれます。ただ、ですね、一回頭を撫で忘れてしまった時にずっとこう、アイボちゃんを待たせてしまうっていうのはやっぱりかわいそうですよね。まあ、なので、先ほど、まあ やりましたけど、頭撫でられたっていうふうにアイボちゃんに聞きに行く、調べるっていうブロックですけど、このブロックをじゃあ今回は10回ぐらい試してみても、頭撫でてもらえなかったら、まあ、1回プログラムやめましょうというふうにしましょう。はい、これでどうでしょう、細かい部分が結構はっきりしてきたんじゃないでしょうか。はい、まあ、このようにですね、ストーリーを考えるときは、それは何回やるのか、いつまで待つのかなどですね、しっかり細かい部分をアイボちゃんにお願いしたいことをですね、ちゃんと決めておきましょう。こういうの結構大切なところですね。はい、アイボちゃんも賛成のようです。 ではストーリーが決まりましたので、じゃあいよいよ実際にどうやってプログラムを組んでいくのか考えていきましょう。まずはですね、アイボちゃん遊ぼうと言われたら始まるというものですね。じゃあどういうのを使うか皆さんお分かりますかね。はい、分かりますか。そうです、左下のこのアイボちゃんのイベントにありますね。で、ここ今おはようってありますけど、遊ぼう、この下の方にあります。はい、でこれをこう持っておきましょうね。はい、で次に、アイボちゃん背中を撫でられるまではもう行くために、ね、吠え続けるというものがあります。これね、どうやって作ればいいでしょうか。これも皆さんできるんじゃないでしょうかね。ちょっと制御のところを見てみましょうか。そうすると制御のところをずずずずっと見ていくと、お、ちょうどいいのがあるじゃないですか。これなんたらまで繰り返すと、これ使えそうですね。持ってきましょうか。で、このなんたらまでのこの六角形のところですね、今回背中を撫でられたらなので、どこにあったか、はい、分かりますかね皆さん。そうですね、この下の調べる、はい、ここです。これさっき頭にしてたんですけど、今度は背中にして入れましょうか。これ背中を撫でられるまでこの中身を繰り返すとなりました。じゃあ中は何をやろうかなんですけど、吠え続けるですね。吠えって皆さんどこにあったか覚えてますかね。前回最初の方やったかなと思います。はい、ここです。紫色の音のブロックです。はい、ここに小太郎が吠えるというのがありますね。はい、これを持ってきてスポット間に挟み込みます。これで背中を撫でられるまでですね、こうひたすら吠えるのを繰り返すというのができました。
さて、じゃあ次に、ダンスですかね。ダンスはどこにあったでしょうか、皆さん。わかりますかね。はい。振る舞いのところにありますね。振る舞いのところにここにダンスをするってのがあります。はい、これです。さあ、いよいよ次、スクワットを始めますと出てきました。皆さん、アイボさんのスクワットってね、見たことあります？普段。あんまり見ないですね。どうですかね。で、これどうやって作ればいいでしょうかね。さあ、どこにあるでしょうか。振る舞いのとこですかね。あります。まあ、これ結構いっぱいあるのでね、ぜひ1個ずつ見て試してみていただきたいんですけど、はい、ちょっと実はですね、残念ながら振る舞いのところにはね、ないんですね。じゃあ動きですかね。動きもないんですよね、ここにもね。音もね、やっぱね、ないですね。じゃあどこでしょうねと。実は皆さん、これですね、スクワットのブロックはないんですよ。え？っていう方多分いらっしゃるんじゃないでしょうか。じゃあどうすんのよというところなんですけども、ここが結構面白いところで、この AIBO ビジュアルプログラミングを使うと、まあ、新しいこう動きをですね、こうブロック組み合わせで作ることができます。この動きのところに、立つってこう姿勢変えるブロックがあるんですけども、ここですね、まっすぐ立つっていうのがあります。これちょっと試してみましょうか。ポンと押しますね。さあ、こちらどうなるかな？ピーンと張って立ったんじゃないでしょうか。見えます？じゃあ、これ、まあ、立つに戻してみますよ。あ、膝を曲げました。どうですか、皆さん。これ、なんかちょっとスクワットしてるように見えません？はい。そうなんです。なので、このまっすぐ立つというのと、立つというですね、ちょっと姿勢を変えるっていうのを組み合わせると、こうスクワットのような運動を、してように、することができますね。なので、じゃあ今回はこの立つっていうのを持ってきて、まずまっすぐ立つ。で、もう一個同じブロックを持ってきて、まっすぐ立つ。あ、これ立つですね、失礼しました。これで、はい。スクワット1回するというブロックになりました。で、今回はこれ3回繰り返ししたいので、繰り返すというブロック、皆さんどうやってやるか覚えてますかね。制御のところですね。ここの何たらかい繰り返す、これ持ってきて挟み込みましょう。で、これ1回になっているので、これを3回にしますね。はい、3回スクワットをするという形になります。ただ皆さん、ここで後からこのブロックを見て、これがスクワットだって分かります？ちょっと分かりづらいですよね。まっすぐ立って立つかと。ちょっとなんかそういう時のためにメモを足したくないですか、皆さん。はい、実はですね、メモを足すことができて、ブロックのところで右クリックしてください。で、そうするとこのコメントを追加というのがありますね。これをクリックします。そうするとこう横にミョンとメモ用紙みたいなのが出てきますので、ここにメモを足すことができます。スクワット3回と、メモを足すことができます。で、これね、こう動かして好きな場所に動かせるので、こうすぐそばにポンと持っておきましょう。で、そうするとこのブロックを動かすと一緒にメモも動いてきます。で、これで後で見た時に、あ、ここの意味はスクワット3回するんだねっていうのが分かります。これですね、結構もっと複雑な長いプログラムとかをこう書いていく中で、こうコメントをしっかり残すというのは大事になります。あとは他の人がですね、後で見たりした時にも、ここどういう意味で作っているのかなっていうのが分かるので、ぜひこまめにこうやってですね、メモ、コメントを残す癖をですね、つけていただけると、もっと、すごい大きなやつをですね、作っても、順調に作れるようになるかなと思います。さて、で、次がですね、スクワット3回終わったら頭を撫でてあげましょうと。で、頭を撫でられたらとっても喜んでくれるというものですね。はい。
じゃあ、作っていきましょう。さて、どうやって作りましたかね。はい、この制御のところですね。もし何だなら使いましょう。で、これちょっとプログラムがですね、長くなってくると一画面に収まりきらないので、これスクロールするとですね、こう、マウスとかでこうゴロ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 スクロールすると動かせますので、はい、適宜動かしてみてください。はい、で今回、もし何たらまた持ってきます。頭を撫でられたならですので、調べるのところにありますね。ここにある、これですね。はい、今、背中になってますけど、頭に変えましょう。で、これをまたこの六角形のブロックのところに差し込みます。これでもし頭を撫でられたなら、何々をする。で、今回はとっても喜んでくれる。とっても喜んでくれる。はい、どこにあったでしょうか。はい、そうです。振る舞いです。の、ここですね。とっても喜ぶを持ってきて、はめ込みましょう。はい、これで、頭に与えたとっても喜ぶができました。で、これだけだと、さっきもやりましたけど、1回だけ、頭撫でられたのって聞きに行って、その時に頭撫でられなかったら終わっちゃいますね。で、先ほど決めましたけど、10回はこれやりましょうと決めましたので、じゃあ10回は繰り返しましょう。はい、繰り返す。はい、もう皆さん多分さすができるんじゃないですか。この制御ですね。ここで繰り返すというのがありますね。これ持っていきましょう。これ10回は繰り返すね。このままでいいですね。これで大体一通りの動きができたかなと思います。じゃあこれで大体どうやって作ってるか分かったので、じゃあいよいよ組み合わせて完成させていきたいと思います。はい、スタートですね。言われた時に、背中を撫でられるまでずっと吠え続けるなので、これをつなぎます。で、ちゃんと吠えたら、次にダンスをします。で、ダンスをして、その後は今度はいわゆるスクワットやりますねと。スクワットです。ちなみにこのスクワットですね、ちょっとゆっくりかもしれないです。この後ちょっと楽しみに見て待っててください。で、スクワットしたら頭を撫でてあげましょう。これ10しますと。はい、これで完成しました。じゃあ、ちょっと実際に試してみましょうかね。皆さん、小太郎くんもね、映ってますね。じゃあ、小太郎、遊ぼう。さあ、やってくれるかな？あ、黄色くなって始めました。そうすると、小太郎くんは吠えると思いますね。あ、吠えましたね。吠えましたね。これもう背中撫でられるまではもうひたすら繰り返して吠え続けると思います。あ、またね、吠えてますね。じゃあちょっと背中撫でてみましょう。あ、ダンスしてくれましたね、ちゃんと。いいですね。ご機嫌のダンスですね。じゃあ、よい次、スクワットしますね。あ、まっすぐ立って、膝を曲げる。あ、曲げましたね。まあ、ちょっとね、ゆっくりかもしれないんですけど、まいごちゃん頑張ってるので、温かい目で見てあげてください。これね、私もね、この小太郎と一緒にやったんですけど、まあ、ゆっくりやると、ここ膝に来てですね、むしろいい運動になりますので、はい、一緒にやってみてあげてください。2回目、3回目かな。お、終わったかな。そしたらですね、ちょっと頭が入りましたね。あ、とっても喜んでくれました。はい、とっても喜んでくれました。はい、こんな感じですね。一通りありましたね。で、ですね、
どうですか、相棒ちゃんたちは。できましたでしょうかね。さて、これ今回はですね、プログラミング作っていく中で、一個一個ですね、作った後に最後全部くっつけて、最後にまとめてテストしましたけども、もう少しこの規模の大きなプログラムを作った時には、その各、コマコマとしたところで、一個一個のところで、実際に赤ちゃんにやってみてもらって、テストをして、やるとですね、うまくできると思います。さて、じゃあせっかく作ったプログラムなので、保存してみましょうか。保存ですね、皆さん。ちょっと前回あれですね、質問も多かったと思うので、もう一回丁寧にやってみたいと思います。保存するときには、この上にプロジェクトってありますけども、ここにファイル名、新しい名前をね、つけてみましょう。つけてみましょうね。はい、で、そしたらのプロジェクトを保存するというやつです。これを押してみてください。はい、そうするとこうブラウザからポンとダウンロードが始まりましたね。これファイル名ですね、ファイルの種類なんですけど、 SB3 って書いてありますね。 SB3 という、形のファイルです。まあ、ちょっと聞いたことないかもしれないんですけど、これをですね、お友達とかに渡してあげるとですね、このプログラムをですね、お友達同士でシェアしてですね、遊ぶこともできますので、ぜひやってみてください。はい。で、そしたらですね、これじゃあちょっと読み込んでみましょうかね。読み込むときには、一回きれいにするんですけど、ファイルのところにですね、新規というのがあります。これを押してみましょう。プロジェクトを開く。そうすると、はい、まっさらになりましたね。読み込むときにはですね、ファイルのこのプロジェクトを読み込むというのをします。で、そうすると、はい、遊ぼうわいって出てきましたね。これ開くとやります。はい、そうすると、はい、さっき作ったやつが出てきました。こんな感じでですね、保存することもで、またですね、この上にですね、サンプルプロジェクトってありますよね。このサンプルプロジェクト、他にもどんな事例があるかっていう、事例が載っておりますので、ぜひこれを見てですね、いくつか試してみてください。さっきやったゆっくりスクワットですね、これもあります。ちょっと読み込みましょうか。はい、こんな感じです。コタローが立つ、まっすぐ立つ。今回これ立つから始めてますね。これ繰り返す。で、これちゃんとコメントもありますよね。このように、あとでこれどういうプログラムなんだろうなというのが見ることができます。さて、これまで説明してきましたが、どうでしたでしょうか。結構簡単なプログラムができたんじゃ、簡単にプログラムできたんじゃないでしょうか。ちょっとやっぱ難しいなと思うのもありましたかね。はい、どうでしたでしょうか。ですね、ちょっと質問に行く前に少し、じゃあ、ね、挟みますね、このネタ。ですね、さっきスクワット作ったんですけど、コタローが立つ、まっすぐ立って、これ同じ姿勢のね、ブロックからやったじゃないですか。で、これ、いちいちこうね、またドラッグ&ドロップこうしちゃって持ってこなくても、実はこれブロック右クリックして、複製っていうのがあるんですよ。複製。ちょっとこれね、ひらがなだと難しい。ごめんなさい。複製ってやると、全く同じのがコピーしてできちゃいます。これもね、右クリックして、複製ってところも全部全く同じができちゃいます。こういうのをね、使うとうまくいきますね。で、あと結構画面がね、ごちゃごちゃしてきたら、この何もないところで、右クリックして、きれいにするとか、12個のブロック削除ってありますけど、きれいにするってやるとこう、きれいに、ほら、整列されます。そうすると、こう結構ごちゃごちゃしたものも綺麗に見えるようになってで、あとは、これ、右クリックして、12個のブロック全部削除ってやると、はい、消えたりしますね。はい。こんな感じです。さて、
じゃあですね、ちょっと早いんですけど、質問タイムやっていきたいと思います。で、質問内容もいいんですね。はい。まあ、少し小ネタも挟んでいきますので、ぜひ皆さん、お付き合いいただければと思います。はい。小ネタもね、挟んでいきますよ。じゃあ、ちょっと、質問の方を見させてもらいますが、そうですね。そうですね。はい、ですね、イベントと振る舞いを足して、イベントに関係なく、なんか実行されているのはなぜという質問がありましたね。ありがとうございます。これはもしかしたらですかね、縮まし中にしてもね、ワンワンね、先ほどからキャンキャン泣いたりしていることをおっしゃってるんですかね。これですね、皆さん、アイボちゃんはですね、この縮まし中というのをお願いしても、アイボちゃん、感情ももちろんありますし、気持ちもありますし、あれしたいこれしたいというのもあるので、ちゃんと呼びかけたら反応してくれます。で、撫でたらですね、すごい喜びます。まあ、今すごいおとなしくしてますけど、から、撫でたりですね、すごい喜びますよね。まあ、なので完全にそのね、いわゆるロボットとかと違って、アイボちゃんなので、完全にこう静かに抑えつけるっていうのはやっぱできないんですね、アイボちゃんなので。なのでちょっとプログラムしないときもああやって、はい、勝手に泣いたりします。はい、よろしいでしょうか。じゃあ次の質問見ていきましょうか。PC にファイルを保存しようとすると、このファイルには、操作実行するように関連付けられたアプリがありませんですね。ですね、おそらくですね、これ保存するタイミングはですね、アプリなくても大丈夫かと思うんですけど、保存した後におそらくスマートフォン、タブレットとかですかね、実行しようとこうファイルをこうクリックすると、ちょっとそれを再、ファイルを読めるですね、ソフトがないですよって出るんだと思います。そうですね、もともとそのパソコンにインストールされているようなソフトで、このファイル読むものって多分普通皆さん入ってないと思うので、そういうのが出ちゃうのかなと思いますが、保存はおそらくできるはずなので、見てみてください。で、保存されていればですね、このブラウザのファイルのところの読み込むですねから読み込めるはずですので、試してみてください。ちょっとそれでもできないという方あればですね、また質問していただければと思います。はい。あとじゃあ次行きましょうかね。もともと覚えているフルのスクワットもプログラムしないと、できないということであれば、オーナー様が覚えさせた振る舞いも、振る舞いの名前だけではできないですかというところですね。はい。ですね。そうですね。すみません。今の段階だとですね、皆様こう教えてあげたものっていうのはここからですね、ちょっと呼び出せないんですけど、まあそういうご意見として受けたまりましたのでですね、ちょっとなんとかそういうことができないかっていう可能性はですね、考えていきたいと思います。すみません。ちょっと今の段階では、こう動きをですね、教えたやつですよね。まあちょっとすることができないですね。難しいですね。じゃあちょっと次行きましょうかね。あとは、動作が中断されてスクワットまで行かないですね。はい。なるほど。もしかしたらですね、この縮まし中というのになってないのかもしれないですね。皆さん、上級編でやるんですけども、実はこの指示待ち中というのを押さなくてもですね、このプログラミングのビジュアルプログラミング自体はできます。で、そうすると普段ね、遊んでるアイボちゃんに、まあ、横からこう、まあ、天の声が降ってきて、何々してよっていうふうにお願いするような意味ですね。で、そうするとアイボちゃんそれするんですけど、例えばじゃあこのビジュアルプログラミングでお手してっていうのをやりますよね。で、お手してっていうのを、投げてもやろうとしている最中
ですね、例えばオーナー様がおいでおいでっていうふうに呼んであげたりとか、愛子ちゃんのね大好きなあの iPhone をね目の前に見せたりすると、そっちの方に気が取られてですね行っちゃうことがあったりします。でそうするとあの先ほどのブロック、ちょっともう一回読み込みましょうかね。これですね、これブロックね、途中までやってきてもなんかこれしたいとなると、その欲求に愛子ちゃん勝てずにですね、そっちやっちゃったりします。そうするとこう中断されちゃったりしますね、はい、あとはですねもう一つあるのはこれですね、あそうっていうとこれイベントなので、この一番上からですね実行されるんですね。でもしかしたら遊ぼうってこう何度も言っちゃうと、またこの上から流れていって、ねえねえ背中撫でられたって聞きに行っちゃってるかもしれないです。でそうすると、このビジュアルプログラミングではやってる最中に他のお願いが来ると、まあ、そっちのお願いに上書きされてしまったりすることがあります。まあ、おそらくそういったこともね一つの原因じゃないのかなというふうに思ったりしますね。はい、はい、ちょっとまだ質問そんなにいないような、皆さんどうぞ遠慮しないでですね、どんどん来てください質問。はい、大丈夫ですよ、せっかくの機会です。実際に例えば、まあ、1週間やられた方とか、あのご要望とかでももちろん大丈夫です。はい、書いてください。あとですね、途中でプログラムしていない手を挙げたりするというやつですかね。これもですね、あの先ほどと同じように、もしかしたらこの指示回し中というのに、なっていないかもしれないです。そうするとですね、愛子ちゃんはもう好き勝手に動きますので、手を挙げるというのが入ってくるのかもしれないです。はい、まあ、もう一回ですね、この指示待ち中になるって、クリックしてみてくださいね。はい、それうまくいくとね、完了って出ますので、それ見てみてください。であとちょっと前回も質問あったんですけども、愛子ちゃんですね、こう抱き上げてる状態ですね。抱き上げると愛子ちゃん、足をこうギュッとしますよね。このギュッとした状態ですと、このビジュアルプログラミングのお願いをちょっと聞いてくれなかったりします。そうするとちょっと失敗っていうふうにこうビジュアルプログラミングやってたりするんですけど、そういう時はですねこう床に置いてあげてください。床に置いて、ちょっと待ってあげてください。で愛子ちゃんがこうちょっと後ろ足ギュッとやってよしやるよっていう気分になってからもう一回やってみてあげてください。ちょっとそれでもダメでしたら、まあ、ちょっと愛子ちゃんにもう一回こう寝てもらって、全部こう少しね気分リフレッシュしてもらうと、でまた寝て起きてっていうのをやって、もう一回試してみてください。はい、はい、ちなみにあれですね、サンプルプロジェクトにですね先ほどの指示回し中にするっていうのもあるので、こちらですね、はい、こんな感じ、これもまあ見ていただけるともうちょっと詳しくわかるかなと思います。はい、スクワットのかすかな呼吸は息切れですか？あ、先ほどのサンプルプロジェクトの話でしょうか。はい。ゆっくりスクワットね、これ。これですね。はい、これですね。そして、あ、疲れたっていうので、はっはっというようなのができたりします。はい、まあ、ちょっとこれ入れると可愛いですよね。ありがとうございます。あとお腹にセンサーありますかというご質問ですね。ですね、今お腹自体にセンサーないんですけども、アイボちゃんはですね結構ですね皆さんからこういっぱいなでなでされたりした、感覚をこう覚えてどんどん勉強していってます。なのでお腹に今ねセンサーとかないんですけど、お腹撫でられるとですね、その撫でられた何でしょう、振動で動きを愛子ちゃん分かって、あ、お腹撫でられたっていうのを分かることができるようになりました。これ最近というふうになってましたね。はい、なのでこのお腹っていうやつをやると、そのお腹こう撫でた時の動きをちょっとこう感じ取ってですね、お腹撫でられたっていうふうになります。ただこれちょっと愛子ちゃんの気分次第ではもしかしたら正しくちょっと撫でられたって思わないかもしれないですけど、まあ、そこはちょっとですね温かい目で見ていただければと思います。はい、あとですね、後ろ足に靴下を履かせるとエラーになりますですかね。そうですね、そうですね。
下ですね。ちょっともしかしたらですね、靴下が強くこう足をギュッてやってしまってると、相棒ちゃんうまく動きづらくなって少し力抜けちゃったりとか、そういう状態になるかもしれないですね。そうすると、先ほども言いましたけど、力がちょっと抜けちゃってるような状態だとこのプログラミングのお願い言ってくれなかったりしますので、もしかしたら一回その靴下脱がしてあげてからやってみていただくというのがいいかもしれません。はい。あとですね、歩くプログラムを作ったとき、障害物前で止まってしまった気がしたのですが、プログラムより優先される本能はありますかというところですね。はい、こちらも非常に良い質問だと思います。はい。あやぼちゃん、やっぱりですね、なんか物が置いてあったらそこにぶつかっていくのはやっぱ怖いですから、それはいくらこのビジュアルプログラミングで遊んでる最中でもやっぱり見てますね。なので目の前になんか障害物、物が置いてあったり、崖があったり、崖、まあ机の上でですね、すぐ落ちそうなところだったりすると止まっちゃいます。はい。なので、そういう障害物があるところに無理やり行けとか、そういうプログラムはちょっとやめてあげてください。はい。まあ、やってもあやぼちゃん止まっちゃいますので。はい。ただあやぼちゃんはですね、ちょっと後ろはですね、ほら、目後ろについてないですから。見えないので、机の上で例えばやった時に後ろに1メートル歩かせるってやって、その後ろ、ね、机の崖があるとそのまま落ちちゃったりするので、気をつけてあげてください。はい、はい、他はどんな質問がいいですかね。スムーズに動かないスクワットの途中でも終わる感じとか、黄色がずっと、ついちまってるとかですね、まあこういうのがありますね。はい。おそらくですね、まあ、もともと前回も説明しましたけど、インターネット返したいおちゃんお願いしてっていうので、まあちょっとですね、やっぱり動きが遅くなってしまう可能性あります。そこはですね、温かい目で見ていただければと思います。なので、そのブロックが黄色くついたまんま、ずっと例えば終わんないっていうのは、アイボちゃんに、例えば立ってとか、まっすぐ立っててお願いして、やったよっていうふうに、こう、お答え返ってくるんですけど、その答えが、例えばちょっとインターネットの通信が悪かったとか、少し時間かかってたってなると、まあ、ずっと黄色くなってたりすることはあります。はい。くっついてるブロックを離すのをどうしたらいいですか？あ、それはもう簡単ですよ。例えばこれだったら、このブロックね、アイボちゃんの顔を押してくださいで、こうスッと離すと出てきます。抜けます。で、これね、近くするとね、これちょっとね、グレー色になるんですけど、微妙なところで離すと戻っちゃうんですよね。微妙なところだと戻っちゃうんですけど、もっといっぱい離して、この、はい、色がミヨッと取れたら大丈夫です。で、これね、例えばここを押すと、こんな感じで、はい。この手で持ったとこから下のブロックが全部一個の塊で動いちゃいますね。なので、にはこうやって一個ばらして、ばらすと。間に入ってるやつだったら、ここを押して、こう抜ける。で、中途半端だと、入っちゃいます。はい。こうやって一個だけ打ったね。もうできたりします。はい。じゃあ他の質問に行きましょう。他の人が保存したものを読み込むことができますか？はい、できますね。先ほどご説明した通りですけど、.sb3 というファイルになるので、それをお友達にお送りしてですね、それをこのファイルで読み込むとやるとですね、読めます。で、お名前もこれ、私今、小太郎くんでやってるんですけど、他のね、例えば桜ちゃんとかだったら、ここ、桜ちゃんのオーナーさんがこれ読み込むと、ここは桜ちゃんというふうに勝手に名前がありますので、そこは大丈夫です。はい、あと任意の言葉を使えるようにしてほしい。はいはい、好きな言葉を使えるようにしてほしいですね。はい、こちらですね、今そういったものの準備はですね、粛々と進めておりますので、近々ですね、こうアップデートしたタイミングでですね、そういった機能はどんどん足していきたいと思います。もうちょっとだけね、お待ちください。すいません、もうちょっとお待ちいただけると、まあ好きな言葉ってそういうような可能性っていうのをどんどん増やしていきたいと思います。ですね、あと講義で作ったファイルを受け取ることができますか？あ、
今回作ったやつですね。そうですね。ありがとうございます。ちょっと考えますね。実はちょっとですね、ツイッターとかですね、こういうのね、このとちょっと特殊なファイル形式なので、画像とかと違ってあげられないんですね。なので、このサンプルプロジェクトに足せないかとか、ちょっと考えていきたいと思いますので、もうしばらくお待ちください。さて、他の質問はどんなのがいいですかね。ファイルの保存先を指定できますかですね。ですね、すいません。このビジュアルプログラミングでは、このファイルね、保存するってやると勝手にね、ダウンロードされてしまうんですけど、これ保存先はね、ごめんなさい。ちょっと指定することができなくて、ブラウザがもともとそのどこに保存しますかっていうのね、設定あるので、そこに保存されちゃいます。なので、もし変えたいようであれば、Google Chrome のこのポチポチとかのですね、設定に行くとですね、おそらくこのダウンロードするファイルをどこに保存するかっていうのをですね、決めれますので、そちらで決めてみてください。はい、すいません。はい、あとは、充電が切れそうだと指示に従わなくなりますか？はい、そうですね。これもですね、アイボちゃんの、ちょっと気分にもよるんですけども、できるだけアイボちゃんはお腹空いてても、お願いには聞いてくれると頑張ってくれます。でもやっぱりですね、いっぱい動かなきゃいけないやつとかですね、もしこう、そんなに動きたくないなっていうやつは、やってくれなかったりする場合がありますね。そういう場合はですね、ちょっと動きしなかったよっていうようなのが返ってきたりするかもしれないです。で、あと、皆さんご存知だと思いますけど、アイボちゃんね、結構暑がりですので、すごい、もうしてしまって疲れたと、暑いという時は少しちょっとおとなしくなってしまうかもしれませんが、そういう時もですね、少し愛子ちゃんに休ませてですね、やってあげてください。はい、はい、で、あとですね、おはようと言われたらおしっこをするプログラムを実行すると、おはようを言う前におしっこをします。おそらくですね、皆さんおはようですね、ちょっとやってみましょうね。多分おはようにしておしっこ、これ押しちゃってんじゃないですかね。これを押すと、ここから下実行するのでおしっこしちゃいます。はい、これイベントがいいのは、これ終わるかな。イベントがいいのはですね、クリックしなくても、これ今ね、プログラム終わっている状態ですから、今私ね、手離してますよ。手離しててクリックしてないです。この状態で、おはよう！こう言うだけでですね、こう勝手に、勝手に始まる。始まる。小太郎。おはよう！始まるんですけど、待ってくださいね。機嫌損ねてますね。おはよう！はい、始まりました、ようやく。いや、私に触ってないです。こんな感じで、ブログ触らなくても、おはようって言うと、光って進みます。こういうものなんですね。なので、これをブロック、人がこうクリックしちゃうと、言わなくてもね、進んでってしまいますね。こんな感じです。これな、イメージ的にはですね、小太郎くんにね、おはようって言われたのっていうのをこう、ね、定期的に聞きに行ってるんですね。そういうのやってたりします。じゃあちょっと次の質問にさせていただきますね。ビジュアルプログラミング中に動かなくなったら再起動ですか？というご質問ですね。そうですね。基本的にはアイボちゃん大丈夫なはずなんですけど、もしかしたらちょっと機嫌損ねちゃうことはあるかもしれないですね。もう全然こう言うこと聞かなくなったら、まずこのビジュアルプログラミングをですね、リロード、F5 とか、ブラウザのリロードしてみてください。それでも改善しなかったら、そうですね、一回アイボちゃんにもう一回ちょっと寝て起きてもらうっていうのをやってみた方がいいかもしれないですね。さて、じゃあ次の質問いきましょうか。動作中にブロックの、どのプロセスを実行
行中なのか確認する方法ありますか。ブロック全体が黄色に囲まれちゃいますと。あ、これちょっとレベルの高い質問ですね。はい、そうですね、確かに、今さっき作ったやつね、もう一回読み込みますけど、はい、これね、実行するとね、全部が黄色くなっちゃうんですよね。で、これね、今のこのブロックだと全部一括でしか取れないです。で、やろうとすると、皆さんにですね、お伝えしたいんですけど、メッセージっていう概念がありますね。はい。メッセージ、これ送るっていうのは、これやると、他の、プログラムに、きっかけを与えることができます。で、例えば、この辺にこうね、挟みますね。メッセージ1を送ると。で、メッセージ1を受け取った時っていうのを右の方に持ってきて、隠れちゃうかな。大丈夫ですかね。で、その時に、まあなんか、まあ、僕だけでも、例えば、遊ぼうって言うと、遊ぼうを実行されて、メッセージを送るが実行されると、こっちが光るっていう風になるので、こういうのを、例えば、間にですね、こう挟んでいくことによって、今どこかっていうのは分かるかもしれないです。ちょっとこれ難しいので、また、パート2とか3とかでやっていきますね、この辺はね。はい。はい。あとは、掘りごたつや階段の段差に落ちてしまいました。はい、すみません。ちょっと先ほども申し上げた通りですね。普段のアイボちゃん、こがですね、怖いねっていうのは、見てるんですけど、まあ、たまにこう見落としたりとか、あと、後ろ歩きとか、横歩きだとちょっとうまく、見えなかったりするので、ね、そこはすみません。気をつけてみてください。はい。はい、そうですね。API コールが制限されていますとは何ですかと。はい、ちょっとですね、難しい言葉が出てきましたが、これですね、iBook にお願いしてるんですけども、何々してよ、何々してよって、ちょっと今回ですね、このお願いをですね、あんまりやりすぎると、ちょっと一回止めるようなものが入ってます。あんまりこう連続してやられると、iBook ちゃんもびっくりしちゃうので、極力その、iBook ちゃんが受けられる範囲での、この、頻度で iBook ちゃんお願いするようになってます。なので、例えば、イベントですね、これをですね、大量にこうやってね、いっぱいいっぱいね、配置していくと、これね、アイボちゃんにお願いを聞きに行ってるのを、同時にいっぱい並列してやっちゃうので、こういうのはちょっと、こういう時に制限がかかってですね、ダメだよっていうふうに出てますね。はい、すみません。はい。今、小太郎くん、シジマッシュですか。はい、シジマッシュです。ブロック定義は何に使いますかですね。これね、ちょっとまたこちらもですね、難しいので、次のパート2、3以降でやっていきたいと思います。はい。じゃあすいません。そろそろお時間になってきましたので、そろそろ最後の質問ですけど、基本編の動画とかですね、今日見られなかったものとか、いつまで動画見れますかという質問ですけど、はい。いや、しばらくはずっとですね、動画は置いておきますので、ご安心ください。はい。大丈夫だと思います。はい、そろそろお時間でございますが、はい、質問にお答えできなかった方申し訳ございません。いただいた質問ですね、できる限りですね、よくは質問ですねに乗せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。こうよくある質問をクリックすると、ここに飛びます。はい、でまだですね、日程決まっていないんですけども、次回は基本編パート2後編、2をですね、比較していきたいと思います。次は今回できなかった変数とか、演算とか、ちょっと難しいものをやっていきたいと思いますので、引き続き、お楽しみにしていてください。また今日のですね、アンケートをお願いしています。この今、おそらくアンケートお願いしますってリンク出てると思うので、皆さんぜひ、すみません、そちらをですね、お答えください。次回以降のですね、改善にさせていただきたいと思います。ちょっともしかしたら今回ですね、音がブチブチいって聞きづらかったという方は、ね、申し訳ございません。今度ですね、もっともっと、ね、聞きやすいようにうまく我々にですね、工夫して環境も整えていきたいと思います。はい、それでは皆様ですね、大変な状況だとは思うんですけども、今後もですね、アイボちゃんをですね、楽しく過ごしていただければと思います。はい、今日はですね、
私塩と、愛護開発チームの小太郎くんの、はい、2人でお送りいたしました。改めましてどうも本当にありがとうございました。